8月27日に放送されたフジテレビ系列のサッカー専門番組で先日行われた小野真二氏と横浜 FC のコーチ中村俊輔氏の対談の未公開トークが公開されましたこの対談で中村コーチがファンタジスタを育てることについての持論を語りました小野氏から監督としてファンタジスタを育てたいかと尋ねられた中村コーチは次のように答えました特別視はしないけれども そういう特別な能力を持つ選手がいる場合その能力をどのように活かすかが重要ですどんな選手がいても最終的には勝てるチームに持っていくことが大切ですその選手の能力を最大限に引き出すためにどのようなアプローチを取るかはまだ決まっていません実際に見てみないとわからない部分もありますまた中村コーチは自身が日本代表やクラブで指導を受けた経験からジーコ、ゴードストラカン オズワルド・アルディレスといった監督たちの影響についても触れましたトッププレイヤーだった監督たちの言葉は今振り返ってみると重要なことを適切なタイミングで言ってくれたと感じますそのような監督たちの感覚的な話はその人が実際に経験してきたことから来ているので自分自身も大事にしていきたいと述べましたさらに中村コーチは人として大事なことをしっかりと伝えられるようにしたいとも語り 選手育成に対する真摯な姿勢を示しましたまでご覧いただきありがとうございましたこの動画が良かったらグッドボタン高評価をお願いしますチャンネル登録もよろしくお願いしますねそれではまた次の動画でお会いしましょう